こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は、ビジネスはバカの方がうまいわけということでね、えー、ちょっと、まあ、刺激的なタイトルというかな、というかなんですけど、まあ、バカの方がビジネスはうまくいく例が多いです、ね。何しろ、ビジネスはスピードと。バカは考えないのでスピードが速い。これがね、大きなメリットですね。でバカは考えないので、 考えないっていうか、ねえー、もう軽はずみに行動しちゃうんでね、まあ、時として、まあ、天才と似たような動きが取れるとでこれね、えーまあ、優秀優秀というかなんというか明らかに頭がいいなこの人、ねえー、すごいなという人ほど実はサポートしててね、えー、なかなか進みが悪かったりする傾向があるんですけど、まあ、最近見かけた、えー、話で まあ学校の勉強は答えが一つと、ねで。ビジネスの答えは無数にあると。この違いが大きい、ね。優秀な人だと学校の勉強のように一つの答えを見つけようとしてしまうと。まあ、ただビジネスの場合は、まあ、そもそも答えは無数にありますし、まあ、実践しないと答えは出ない、ねえー。仮説を立ててもそれをやってみたら違かったということもあると。またそのある人の正解は、ね、別な人の不正解だったりする。まあ、そう考えるとね、 答えを見つけるって作業自体が、まあ、考えてわかる、何億人に一人の天才なら、まだしも、まあそうでなければ、まあ、考えるより実践した方が、考えるより実践した方がというか、実践しないと答えが出ないというのがあります。ただ、そうは言ってもね、考えないで、まあま、全部で答えを見つけたいと、全てを知ってから取り組みたいというのはわかるんですけど、 まあそこはぐっとこらえていただいて、このメリット、デメリットというのをね、書、え、い、ー、て比較していただきたいと。ね、じゃ自分が今からね、えー、もしこれをからはずみにこうして、失敗したらどうなると、成功したらどうなる。ね、それを天秤にかけてねあ、この程度のデメリットならどうってことないなということでね、えー、踏ん切って、えー、どんどん、まあ、あまり考えずに進めていっていただいた方が、えー、結果は早く出ます。というか、えー 早めにやった方が難易度がすごい低いです。で、今、まあ、アマゾン出ね、す、え、べ、ーまあ、ての工程を見極めず、あるいはね、何をいくら、どういう商品をいくら売ってとか、そういう細かい分析をせず、ね、取り組むことによるメリット。早く実践すれば、5万円が500万円になる商品が見つかると。ね、5万円が100倍になるのか。 これあの5万円で買った商品が500万になるとかね、5000円で買った商品が500万になるという、50万になるのが10個見つかるということではなくて、例えば5万円で送った商品、仕入れと送料合わせて5万円で送った商品が売れて儲かったと。その商品を売り続けることによって、月50万儲かるようになった。 ね、それが10ヶ月続けば500万ですから、まあ、そういう意味で考えるとね、えー、こ,のこの程度の、5万円が500万になる程度の、えー、実績を上げている人は本当数えきれないぐらいいます。というか、ほとんどの人がこの程度のことはできています。で、特に、ねえー、優秀な学歴もない、ね、転売経験も全くなかった、ね。中には働いたことない主婦の方もいます。まあ、それでも実践できているんで、ましてね、優秀な方ができないはずがない。 ただね、今、それを聞いて、えーどう、どうしよう、逆に答えることによって混乱させてるんじゃないかなと思う、えー、質問が続けざまに来てね、だんだん質問ペースが落ちてきちゃうという方いらっしゃいます。ね、これはあの誰か特定の方というよりも、えー、頭のいい方全般に見られる傾向なんですね。まあだから、 デメリット、デメリット、これ書いてね、比較して、自分がデメリット失敗したらやだな、うまくいかなかったらやだなと思ってたことこの程度のもうかというのでね、見極めついたら、まあそれでもうどんどん買って商品を送ってっちゃうという方がいいです。何しろアマゾン室ね室、本当やることは買って商品を送るぐらいでね、納品だ、出品だ、発送だってね一回やれば、 誰でもできることです。えー、誰でもできるようにアマゾンのシステムは使ってありますし、まあ、荷物を送るっていうのも誰でもできることなんで、まあ、商品を見つける作業さえしてればね、Amazon、えー、は儲かっちゃうということで、まあ、あまり難しく考えずね、ね、えー、どんどんスピードアップしていった方がいいです。ちなみに早く実践すればね、この5万円が100万円になる商品が見つかると。で、メリットとしては、まあ、5万円買って送ってますからね、えー、5万円損します。ただ、 これ5万円で、ね、100回やって成功すれば元が取れるわけです。で10回やって成功すれば10倍になると。まあ、この、ね、事実を考えると、まあ、単純に5万円分初め買って送ったのは、ね、失敗だったとしても、まあ、逆にメリットですよね、失敗する商品が見つかったというメリットでしかないと。で逆にデメリットとしては、えー、買って送らなきゃ実際に儲かる商品は分かりませんので、いつまでも商品が見つからない。ね でいつまでもあれこれ考えたけど、思う通りにいかなかって、時間も経っちゃったという場合は、大抵嫌になってやめるという形になっちゃいますんで、まあ、そうはならないように、ねえー、もう、あまり、あまり考えずってか、考えないでも取り組めるようにサポートしてるんで、まあ、本当、あの、まあ、じゃあこれ探してきて買って送りましょうって言ってね、じゃあ探してきて、えー、買いました、次はどうしますっていう形で、えー、進めていった方が、 成功、ね、への近道なんで、何しろあの参入者は、ねえー、日を追うごとにどんどん増えてきます。でせっかく早く始めたのに、ねえー、商品探しを後手後手になっちゃうと、そうこうしているうちに、えー、環境は、えー、以前始めた数ヶ月前よりは確実に厳しくなっていくという形なんで、まあ、どんどん最めに商品を見つけて送るというのを、ねえーまあ、送ると。 これしか逆にアマゾン室やることないんで、えー、正しく儲かる商品を買って送るというのをやってればね、えー、儲かりますんで、あまり難しく考えず取り組んでいただきたいなと、まあ、そうは言っても、えー、やっぱり頭のいい方、まあ、全部の段取りとかね、何年後はどうなるとかいうのを、ね、よく質問いただくんですけど、その理由が分からなかったんですけど、優秀な方はね、学校の勉強は答えが一つと、答えを見つければ正解にたどり着くと。 ということでね、まず全体を知って答えを見つけたいという気持ちがあるんだなというのがね、最近わかりました。ただ、ね、実践しないと答えは出ないです。そんなわけで、どんどん実践して商品を送っていただければと思います。また、ね、この動画で、ね、何かご意見、ご要望等ありましたら、ね、ご質問お待ちしてますんで。ビジネスはバカの方がうまいわけ。バカは考えないのでスピードが速いと。 ビジネスはスピードが命ということでね、えー、どんどんスピードアップして取り組んでいただければと思います。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。